慎吾、マリーンズ最初の打席、ライトスタンドにマリーンズファンにご挨拶代わりの一発一本。左キラーとは言われますが、いやいや右でもいけますよというところを存分に見せつけたこの笑顔です。このシーンですと話していました。センターへの打球、タイムリーになります。石川慎吾勝ち越しのタイムリーヒット。やっぱりね、石川選手、僕もちろんファイターズ時代も見てるんですけど、はい、ジャイアンツ時代、僕はタイガースのコーチとして、やっぱり左ピッチャーに対してすごい強かったんですよ。センター方向、強い打球が上がっている。センター下がって、その頭越えていった。石川慎吾、石川の当たりはライトスタンド、いい当たり、長打コース、一塁ランナーは二塁から三塁へ、ちょっと外野が弾いていますが、三塁回ったところでランナーはストップ、バッターランナーは二塁へ。センター、大きな当たり、大きな当たり、見送ったか、フェンスダイレクト、一塁から二塁へ、2打席連続のツーベース、これもフェンスオーバーかなというような素晴らしい打球でした。あ、うまく打ちましたね今ね。先ほどはライト方向、今度はセンター方向、パンチ力ありますね。うまい、ライト前、なんと左回、打ち返した、ライト前、二塁ランナー岡は三塁を回る、おっとライトの方がボールをファンブルしました。岡がホームイン。そうでしたね。初球打ち返した、センターへ抜けていく、この回のセット、この回は石川初球いった、入った、追加点は千葉ロッテ。待ってたようなスイングでしたね。先頭バッターの石川選手、スタンドロフトだったりとか、いろんな形でね、これもセンターだ、はい、まあ、変わっていくことで打ちに行った、ライトへ、どうかな、見えるかな、いや見えていない、見えていません。打った石川慎吾は二塁へ、仕留め切ってほしいですけどね。打ち返した、打球はセンターの前でバウンド、一塁ランナーの荻野は一気に三塁を狙う、右方向、ライトの前に運んでいきました。右方向、ライトの前、落ちるのを見てからポランコは二塁から三塁へ。セカンドの、セカンドの頭を越えた、セカンドランナー三塁を回ってくる、ランナー今ホームイン、そしてバッターランナーセカンド狙ったところ、塁間に挟まれましたが、ここは戻っています。石川慎吾の勝ち越しタイムリーヒット、マリーンズ勝ち越し5対4。中盤以降続けざまに4回5回6回、そしてこの7回、スコアを重ねて、ついに、さあ今日もスタメンですが、センターの前を持っていきます。打球はライト線、フェア、入りました。打球はレフトの前に落ちる、うまく払ってレフトの前に運んだ、2本目でした。入間、センターの前に抜ける、二塁ランナーは三塁を回りました。石川慎吾のタイムリーヒット、この回3点目、4対1。上原が捕まっています。いや最後ね、クロスファイヤーでね、仕留めに来たんです。三遊間、ここは技ありの、右方向、センター、センター下がって、下がって、その間に落ちた、落ちるのを見てからセカンドランナーがスタート、三塁回って帰ってくる、マリーンズサヨナラ。
代打石川慎吾が決めました。今シーズン8回目のサヨナラ勝ち。お互いに一進一退の攻防、延長10回で幕切れ。やはり左キラー、今日は慎吾が決めました。センターへ、センターへ伸びていく、どうだ、入りました。石川慎吾、逆転ツーランホームラン。センターバックスクリーン右へ持っていきました。このバッティングでしたね。打球は左中間落ちました。タイムリーになります。二塁から荻野が帰ってきます。同点。すかさず千葉ロッテマリン右へ持っていく。初球を叩いてライト前ヒットを出している石川慎吾。緩い球右方向、ライトの前に落としたヒット。シリーズ仮面で今日は結果を3打席目で打ちました。ワンアウト一塁石川慎吾です。八島さん、いかがですか。今ねカーブなんですけども、まあ、積極性っていうところでは